どうもこんにちは、しもです。今回は初心者の人にとって特に大事な戦略ということで話をしようと思ってます。で、内容としては特にこのブログ初期段階ですよね。この初期段階でやるべきブログネタ探しの目線というところで一個事例とともに話をしようかなと。で、大体1日 1000PV 未満ぐらいの人、そういった方には役に立つかなとは思うんですけど、もちろんそれ以上の人にも役に立つようには作ってますので、ぜひご視聴いただければと思います。あとはネタ探しに加えてネタを元にした関連キーワード、この考え方も合わせて話をします。少し前にキーワードについてもとコメントをいただけた方、誠にありがとうございました。加えて検索順位がこの初期段階で低いのは当然ですと、なので気にする必要はないんですよという話も合わせてします。あとはブログだけではないんですけど、気持ちの浮き沈み、これはなるべく避けた方がいいですよという話も少しだけ後半の方でしようと思ってます。で、このチャンネルはブログに関しての動画をよく投稿します。で、ブログといってもトレンドブログ、そこら辺に関する情報が特に多いです。いろんな角度で情報を発信しますので、ぜひチャンネル登録をいただければ嬉しいです。ということで、初期段階でのネタ探しと、で、やっぱり大事なのって序盤からバズりを狙いに行かないと。いろんなサイトとかで情報収集をすると、結構芸能系を推してる人って多いじゃないですか。だからついついその芸能系、そこのビッグキーワードを狙わないと稼げないんだとか、そういう風に思っちゃう人が多いんですよね。で、もちろん芸能系って上位表示取れれば PV 多いですし、しっかり稼ぎはするんですけど、別にそれだけじゃないじゃないですか。で、こういう芸能系やりましょうとか、そういう話っていうのは当たり障りがないんですよ。当たり障りのない王道かつ無難な情報なわけですよね。で、これって全然ディスってるわけでも何でもないんですけど、見方を変えれば当たり前じゃないですか、それって。テレビでしょっちゅう報道されるようなゴシップ系、芸能系について、結婚とか不倫とかうんぬんかんぬんやってれば、ブログにアクセスが集まるのって当然ですよね。それで上位表示を取れれば。そうすると、芸能系だったら経歴とか結婚とか、そういうことをやればいいんだというふうに思考が凝り固まってしまうと、結構機会損失が多いわけですよ。で、それって当然ながら、そういうふうに思ってる人も世の中に多いので、ライバルが多いと。だからビッグキーワードばっかりを狙いに行っても結構厳しいんですよね。厳しい戦いが続くっていうことがすごく多いんですよ。なので最初はエラーの連続で全然いいので、まずはライバルに埋もれないように記事を作っていくっていう戦略が序盤では特に大事になってきます。なので、ブログの初期段階でやるべきネタ探しの目線と関連キーワード、これについて1個事例を話します。で、今はライブダニュースに来てます。で、今日昼間ニュースを見た時に、なんかこれ動画にいいかなと思ったのがあったんですよね。あ、これです、これです。ホリエモン新党ですね。要するに芸能系をやる場合っていうのは、芸能人の名前っていう存在はもう昔からあるわけですよね。そうすると当然ながら、Yahoo の虫眼鏡とか、Google のサジェストとか、あとは王道の周辺キーワードって、ほぼほぼ埋まってるわけですよ。だからそういったところに、ブログが弱い状況で攻めても、めっちゃ厳しいわけですよね。例えばこのニュースで言うと、ホリエモン新党っていう新しいキーワードが出てきたわけですよ。あとは少し時間が経ってるから言うんですけど、まあ、この前、自分の方のグループに共有したのは、ホリエ都知事とか、そういうキーワード結構あるわけですよね。そうするとこのホリエモン新党って現状サジストってほぼないはずなんですよ。こんな感じでホリエモン新党と検索をしても何も出てこないと。で、そういう時にブログの初期段階であれば虫眼鏡を使って産後キーワードで攻めるっていうだけではなく、簡単なところでもいいのである程度予想をしてキーワードを探していくといいです。例えばホリエモン新党っていうキーワードを見た時に、自分くらいの年次の例えばサラリーマンがそのニュースを見た時に何を検索をするかなと予想すると、例えば N 国党の立花さんが作ったっていうのにあったんですけど、メンバーって誰だろうとか、公約って何だろうとか、そういうところも気になりますよね。例えばこれでホリエモン新党メンバー誰とかでやっても何も情報がないわけですよ。この下の方も今見てますけど、何にも情報ないですよね。で、一番最初の状況だと3語とか4語で書いてもなかなか上位表示をしないんですけど、そうは言ってもこういう風に空いてるキーワードをしっかりと攻めていかないと、いつまで経っても上位表示できないんですよ。で、さらにもう少し PV が少なくてもニッチなところを狙うのであれば、ホリエモン新党のメンバーっていうのを確認をした上で、そのメンバーの方に関して何か面白そうな情報ってないかなとか、国民が気になるような情報ってないかなとか、周辺のキーワードを探して3語4語とかでキーワードを探して記事を書いていくと。そうすれば今現状これに関しての記事って存在をしていないんですよね。メンバー誰っていうような感じで。そうするとそれを自分なりに調べて書くっていうのはある意味オリジナルな情報なわけですよ。だから Google からも評価をされやすくて、初期段階でも比較的上位表示をしやすいと。もちろんこれは一例なんですけど、ホリエモン新党みたいな新しいキーワードでサジェストも何もないと、そういう時にまだ世の中で調べても出てこない情報を作っていくと。で、これはまだ比較的ちょっと人気があるようなキーワードなんですけど、さっきも話した通りそのメンバーについて調べて深掘りをしていくと、結構ニッチながらもちょこちょこ検索されるような記事が出来上がると。なので小さな PV の積み上げってめちゃくちゃ大事なんですよ。そうは言ってもトレンド系のブログであればバズりって必須じゃないですか。一方で最低限のドメインパワーがないとやっぱりバズりづらいんですよね。
まあ、ちなみに僕はトレンドブログ、トレンドアフィリエイトっていうのがやっぱり初心者の方には一押しなので、それを全体に話をしてるんですけど、トレンドじゃないブログだろうとバズればいいことっていっぱいあるわけですよね。一旦バズればベースの PV ってやっぱり増えるんですよ、それ以降。だからトレンドブログイコール芸能っていうふうに考えずに、世の中の検索の波をうまく捉えるっていうスキル、ここを身につけるかどうかで、別にトレンドじゃないブログをやるときにもめちゃくちゃ役に立つわけですよね。で、最初の PV の積み上げっていうところに関連をして、例えば1日 10PV の記事を50記事作れば、もうそれだけで1日 500PV じゃないですか。もちろんその記事によって PV ってブレたりするので、単純計算ではないんですけども、結局のところはちゃんと検索され続ける、検索されてちょっとでも PV が来るような記事をしっかりとブログ全体の PV って増えていくんですよ。だからさっきのホリエモン新党メンバー誰とか、もしくはそこにいるメンバーの方の関連記事とか、それって今後もしばらく検索されるわけですよね。だから地味にかつそれなりの期間検索される記事だとやっぱり美味しいわけですよ。この地味にっていうのもやっぱり大事ですね。要するにこうキラキラ輝いているビッグキーワードを狙いに行くんじゃなくて、地味ながらもそれなりの期間ちょこちょこと検索される感じだといい流れになります。で、この3番では例として1日 10PV っていうふうに話したんですけど、結局は 10PV 集めれるようになるとそれ以上行くんですよ。結局は徐々に上がってって、 10PV ではだいたい収まらないですね。記事をしっかりと積み上げるとやっぱり徐々に上位に行ってきます。要するにこれどういうことかっていうと、デビュー先が出るんですよ。ある程度記事を書いて積み上げていった中で、どっかのタイミングで少し PV が増えると、で、なんだろうなと思ってみると、少し前に書いた記事が1日 50PV いってるとか、そういったデビュー先が出てきます。なので1日 5PV とか 10PV とか、それくらいだった記事が1日 50PV になるわけですよね、例としては。で、それってなんでかっていうと、過去に書いた記事が徐々に上位に上がってきてるからというのが大きな要因と考えられます。もちろん PV が集まる理由って検索順位だけじゃないですよね。検索需要の大きさがどうなってるかと、そういった要因もあるんですけれども、初期段階で PV がちょっと増えたなっていうふうに思ってるのは、ほぼほぼ検索順位が上がってるからです。だからその PV を考えるときには、まあ、一例として分かりやすいのって順位かける検索需要なわけですよね。順位が上がれば上がるほどクリックはされやすくなりますし、検索需要が大きくなればなるほど全体の数字も大きくなるので、そこのバランスですよね。まあ、このインプレッションかける CTR っていうのはあまり気にしないで大丈夫です。もしかするとこっちの方がパッと認識できる人もいるかなと思ってあえて乗っけてます。なので大事なことは好循環を作って、その作った好循環を続けるっていうところですよね。そうすると 1000PV を1日稼ぐっていうのは本当に遠くないです。遠くない段階で到達するようになります。で、今このページではその順位が徐々に上がるとか、デビュー作がうんぬんとか、そういうふうに話をしたんですけど、最初の段階で上位表示をしないっていうのは、これを気にしていたらキリがないので、全員最初はビッグキーワードで上位表示って難しいんですよ。だから先ほども話した地味だったり、もしくは新しいキーワード、そこを攻めていくのが大事になってきます。だから大きな波を捉えるためにも、ブログのドメインパワーですね、それを少しずつ上げていくっていう、そういった戦法がいいです。要するに最初からビッグキーワードって、これ今難しいって書いてあるんですけど、結構無理だったりするんですよね。1日 10PV とか 50PV とか、それくらいの状況ででっかいキーワードを狙いに行ってもしんどいわけですよ。それってヤムチャがフリーザに挑むのと同じですからね。勝てるわけがないじゃないですか。自信満々に挑んだところでもう爆死するのが見えてるわけですよね。なので変に欲張らずに一歩一歩進んでいくっていうのが大事になってきます。で、地味だったり新しいキーワードっていうところを攻めながら、上位表示の記事、これが増えてくると、どっかの段階で人気ワードでも上位表示をできることがあるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、これがよく言われる初期段階でのプチ爆発ですよね。ただこのプチ爆発っていうのをあえて狙いに行くっていう必要は特になくて、とにかく検索するユーザーの気持ちも考えながら、3語キーワードとか4語キーワード、もしくは5つのキーワードでもいいと思うんですよ。まあ、5つの検索をするっていう人はかなり少ないので超ニッチなんですけど、まあ、そういったイメージですよね。まあ、ベースは3語4語でしっかりと上位表示のポジションを取りに行くと、やっぱり負けは続きやすいんですよ。で、負けが続くとどうなるかっていうと、負の連鎖に陥ると。で、今ここにも書いてあるんですけど、大勝ちを狙っているブログほど添削をしてみると超短期のネタが多かったりするわけですよね。なのでトレンド系はもちろん大勝ちは大事です。ただ大勝ちをするためには小さな勝ちを積み重ねるっていうことが特に大事になってきます。なのでブログのネタを探していて結構悩んだりするかもしれないんですけど、あまり気負いしすぎずに一個一個これどうかなこれどうかなとキーワードを探していくっていうのが地味に大事です。で、その時に大事なのがここに書いてある気持ちの浮き沈みですよね。やっぱりブログって心折れないのが大事なんですよ。で、心折れないっていうのは決してブログだけの話ではなくて、ビジネス全般で言える話です。だから意図的に自分自身の限られた時間をブログよりもこっちの方に割いた方がお金が稼げるなと、そういう判断をして一旦ブログに割く時間をやめると、そういう話とはまた別なわけですよね。で、ブログを始めた最初の頃って、まあ本当に大丈夫なのかなと不安になると思うんですよ。
まあ、僕は最初ブログっていうものはすごい怪しいものとしか思ってなかったんですけど、仲のいい友達が実際にアホみたいに稼いでて、あ、本当に稼げるんだと、そういう成功体験を目の前で見ていたので、そのタイミングでマインドブロックが外れてブログはいけるものだと信じて突き進んだ感じです。で、ブログ以外にそういう新しく始まったことに不安があるのって当たり前じゃないですか。職場移動先で新規事業、あと会社辞めて独立すると、まあこれ全部もう僕の経験なんですけど、当たり前じゃないですか、不安があるのって。ただ結局のところは、不安があるからやらないとかって何の解決にもならなくて、不安を払拭するには前に進むのが一番いいんですよ。で、これって全然根性論でも何でもなくて、やっぱり前に進まないと問題も見えないですし、課題も見えないですし、原因もわからないので解決しないんですよね。だからどんどん前に進みながら問題点を洗い出して、正しい修正のアクションをしながらやっていくのが大事になります。こういった考え方をしっかりできるようになれば、本当にブログだけじゃなくていろんな分野で生きるので、そこはぜひブログっていうお金を稼ぎながら学べるっていう素晴らしい存在だと思うので、ぜひ前を向いて進んでもらえればと思います。今回の動画はこの辺で以上になります。またどんどん動画を出していきますので、ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。